どうも、ダイオメディアのおしゃれです。モコです。はい、ということでね、今回はウォーター紹介、モコ君に来てもらいました。お願いします。はい、よろしくお願いします。いやー、モコ君も初期からの参加やんか。最初だとは一番最初の撮影、7月から。はい。いやー、そうか、もうだから結構まだ毎月ではないけど、そうですね、自分が空いてる時ちょいちょい参加してくれてって感じで、まあだからね、おなじみのメンツって感じしますけど、モコ君っていうのは本名ですか？はい、もう全然。あ、違います。僕本名下は勇気っていう。言っていいのこれ？別に言っていいの。勇気っていうんや。はい、全然。あ、モコの由来は何なんですか？まあ、僕、まあ、ベースやってるんですけど、あ、モモセさんのベースを使ってて。ああ、そういうことね。でそれにあのモモコって名前つけちゃう。あ、名前つけちゃう系。やばい系のやつ。俺もつけてるから、ね、俺も自分のギターの名前つけてる。モモコからモコ。ああ、なるほどね。いい、そういうことか。それでモコなんか。そうです、ただただ楽器が好きなだけの人。ああ、そういうことか。そうか、ベースやってるっていうのはなんか、その趣味で、自分一人一人でやってるってこと。趣味でやってて、まあぼちぼちバンド組もうかなっていう。ああ、そうなんや。え、どういう系が好きなの？僕もバリバリの、まあ、メタルとかバンドとかなんで。すげえな、アーティストとかで言うと。最近なんかもう一回聴き始めて、やっぱかっこいいなと思うのはレイジとか。ああ、本格的な。結構ゴリゴリのが好き。ゴリゴリやな。で日本だったら意外な雨ざらしとかなんですけど、またそこはジャンル変わるんですけど、そこはちょっと違うんや。なるほどね。で、モコくんはなんかそのこのサポーター募集に応募してみようと思ったきっかけとかってある？なんかただただチャンネル見てて、ありがとう、好きで見てた時に、うん、サポートメンバー募集のやつやってて、うん、なんかきっかけになるかな、うん、はいはいはい、自分もバンドやってみたいしな、うんうん、YouTube やってみたいしな、うん、でしかも、まあ、僕もアニメ好きとか漫画好きとかもあったんで、うん、自分の好きなことが全部あるチャンネルではあったんで、うん、なんか自分変わるきっかけの一つになるかなっていうので、はい、もうダメ元で応募したらここにいました。いやいや、全然ダメ元じゃないんで、はい、ありがとう。実際参加してみて何かさ、こう気づいたことというか思ったこととかってある？気づいたこと。いや、なんか予想してた通りやったか。え、まあ割と想像通りだったんですけど、うん、なんかあまり自分の周りに結構このレベルで、うん、そうコンテンツ、漫画、うん、アニメ、ゲームを好きな人があんまいないので、はいはいはい、居心地はいいなっていう。確かに純度高いよな、やっぱこのメンツは。高いです、うん、この共通の話題で。さすがにあのコアなところからさらにホッとっちゃった人たちがいっぱいいるんで、うん、確かにね。そういう意味では楽です。やっぱ人増えたことでそこら辺のこのなんていうか全体的なレベルが底上げされてる感じがするのは、やっぱメンバーだけやった時に比べて。今年齢とか出してます？全然24です。 24やと一緒やん。実は一緒なんですよ。ユートと一緒か。はい、一緒なんです。さっきなんかユート24の人いい人とか言ってたけど、多分年上って思われる。ああ、そうなんですか。でも年齢不詳やからな、確かに。モコってなんか名前から分かる。いやでも、いや俺どっちかっていうと24より下に見えるっちゃ見えるけど、ね、あ、本当ですか。21、2ぐらいなのかなみたいな。あ、嬉しいですね。髪の毛長いよな。憧れっすね。いやでも分かるで、俺も最近伸ばしてんねん、襟足とか。なんか昔ながらのバンドマンって髪長くない？いや、そう。襟足長くて前髪長くて全体的に重くて暗くねっていう。重いの好きやから。でもね、今頑張ってね、襟足伸ばしてる。ようやく伸びてきた。なんかあれやな、一時期とか束ねてたりとかしたもん。くぐってた。結構もう、そう、あれ、ね、将来的にあのツインテールしたくて。ツインテールしたいんや。はい、俺ツインテールになります。あ、そういうこと。はい。そういうことなんや。いやでも好きなんです。いいと思う。でもなんかバンドメンバー、ゆうきゃん、あだち、おさき、みくやがいますけど、特に推しのメンバーいますか？あー、みくやさんです。あ、みくやなんや。あれ、ベースがいい。あ、確かにね、ベースの共通点。みんな上手いんですけど、みくやさんのベースって音の粒とかもすごいなって、なんて聞いてて心地のいい弾き方をする人なんで、うん、確かにね。みくやのベースはしかも結構やっぱベース立たせるタイプのベーシストだからね、目立ちたがり屋だというか、ラインは、はい、それでいてちゃんとリズム体としてのキープ能力、うん、えりつないんで、うん、やっぱテクニック上手いよ普通に。
うちのバンド大好き、本当に終わりに全然演奏してないけど最近基本的に上手いはずなんやけど、それ最近あんま演奏してないんですけど、まあまあ見たいです、はい、そのうち音楽動画出すと思うんで、なんかじゃあもんこくん今後取り組んでみたいこととか、あのやってみたいことあります？そうですね、まあ、自分企画も考えたりはするんですけど、うん、このチャンネルっぽくないなって思っちゃうことが、まあ、多々あって、その中でも、まあ、僕なんか別にアニメがめちゃめちゃ好きってわけじゃないんですよ。ただ好きなだけ、うん、バンドがただ好きなだけの人なんですよ、うん、ただめちゃめちゃ根性だけはあるんで、はいはい、なんかもし罰ゲーム企画とかめちゃ過酷なことがあるんだったら、僕単体だけでも全然大丈夫なそうだね、全然あのデスソースとか、あ、そういうことね、めちゃ系なんで、まあ根性、それやったらあれかな、耐久的ななんかこそ根性を求められる企画とかだったら、街の人に声かけるとかいけるじゃん、あの全然渋谷でも新宿でも、あ、ほんま、それ結構メンタル使うかもな、あれめっちゃ断られるし、あ、そういうのとかじゃ来てもらおうかな、そういう根性系の企画とかも自分考えたりもしたりするから、もう出たいんで、あ、了解です、わかりました、じゃあちょっとそういうのにキャスティング考えさせてもらいます、しっかり、じゃあなんか最後になんかメッセージとかあれば、バンドいいっすよアニメと一緒にバンド見ましょう。そうやね、あのアニソンシンガーも多いですけど、うん、バンドも多かったりするんで、そうやな、しかもその曲専用にタイアップした曲とか多いんで、うん、っていう感じで、じゃあ今回ねサポーターのモコに来てもらいました、ありがとうございます、ありがとうございます、どうぞよろしくお願いします、お願いします、じゃあよろしく。